やばくない？なんですよ。まあ俺何度か言ってて別にあのもう事実なんで言っちゃってますけど。あのスーツ作るときに、あ、そうだ、この話しようとして西伊豆スカイラインの魔法にやられて騙されたからトラップに引っかかって言ってなかったんだ。そう、スーツで仕立てるときにあのオーダーとかでするからやっぱ体の各パーツのサイズを測るんですよ。また下も測るんですよ、ざっくり。スーツ屋によって1センチ2センチちょっと変わってくるので正確な股下はちょっとわからないんですけど、まあ、また下が90何センチかあるんですよ。で、身長が高いからでしょって言われるかもしれないんですけど、股下比率っていう身長に対する股下の割合は身長の高さは関係ないじゃないですか。俺の股下比率が、49% にかなり寄ってる 48%、 48% 台後半、 49% にかなり近い。でも多分まあそのスーツ屋が測りは間違えてるかもしれないんで多少の誤差あるとは思うんですけど、まあ 48% はあるかもしれないんですよ。でそれってあれなのかなとか、まあ薄々ね、小さい時から俺のへその位置高くねとか俺の膝下高くねとか薄々ね多少はあれなのかなとは思ってたんですけど、その 48% 台、49% 近かったり 48% 台っていうのはかなりえぐいみたいで、渡した比率がそうそういないみたいなんですよね。だからこの身長もそうそういないんですけど、この身長でさらにその渡したもそうそういないっていうか、ダブルでだから足が結構こうへその位置が高いっていうかえぐいんですよね。多分その辺の外国人より俺足長いですよ。まあ事実だから言っちゃうけど、別にインターネット上だからいいよね、調子乗っても。まあ調子乗ってるわけじゃないんだけど、別にここまで来るとめんどくさいですよ。普段この身長でこの股下比率だと相当めんどくさいです。180センチとかじゃないですからね俺、182とかじゃないからね俺。この道昨日も通ったな、おい。こういうねカーブがあるんでね、固定はちゃんとしといた方がいいですね。不安になっちゃうんで、なんか後ろで荷物がどうしてもちょっと傾くっていうか揺れるっていうかね、あるんで大丈夫かなってこうストレスになるんだよね。ずっと走ってると延々こうカーブが続くから、あ、大丈夫かな、落ちないかなと思ってこう触ったりとかして、結構ね、まあ、大丈夫なんだけどちゃんと固定しとけば、結構それが気になってずっとストレスになるからね、あんまりね嫌なんだよね。なんかツーリングワーク欲しいんですけどね、お金がなくて無理でした。長い目で見た利便性より目の前の景色、桜、緑、オレンジ、グレー、ピンク、目の前の色彩。まあね、シート高とかそんなもんどうでもいいんですよ。馬力が少ないけど、まあ、キャブレーター車ってさっきねエンジンかけるときに温めなきゃいけないんですよ、そのキャブレーター車なんて。でさらにこう標高が高いところだとキャブレーターはパワーが落ちるんで、もともとの馬力がそんな高くないバイクでさらにキャブで馬力が落ちるんですけど、ご覧のように知るかっつうんで、そもそもこのバイクの馬力なんか俺知らないから、知ったことも一度も知らないままかもしれないな、気にしたことないそんなの、どうでもいいんだよ馬力なんて、現に走ってるだろ、自分の馬力は自分で決めろ。俺の馬力は、俺のバイクの馬力は俺が決める。コーナーがあって、スロットルを開けば、俺の対して十分な加速をしてくれるからそれでいいんだよ。飛ばす必要なんかないから。このカーブの先は何が待ってるんだろうかと言いたいとこなんだけど、昨日間違えてこっち通ってるからね夕日が丘キャンプ場行くときにこっち通ってるから知ってるから、もうこの先結構うねうねしてたなって。
割とねカーブが続くんだよね知ってるからほら標識が蛇みたい、ヤマダのオロチ。このギアの選択がいつも困る。この濡れた桜すげえ滑りそう。あ、というか鳥の声聞こえるのかな、みんな。今鳥がすげえんですよ、あのキャンプ場。もう俺2時ぐらいに目覚めて5時ぐらいに目覚めてって感じだったんだけど、なんかチュ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 ピピピピとかいろんな鳥がねサラウンドしてて、ピピピピチュ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 って、その中でさらにそのチュチュチュンとかサラウンドしてる中にホケキュンホケキュンみたいな、なんかいろんなホケキュン、いろんな個性のホケキュンがね出てくるんだよね。一筋縄じゃないホケキョっていうのかな、なんか個性豊かなホケキョ、ホケキョ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 みたいな、ちょっと表現でき、一人じゃ表現できないんだけど、ホケキョがね鳴りやまないんだよね。あ、ここ行こうか。この間伊豆ツーリング来た時にここをおっと思って通り過ぎたから行こう。なんで普通のさえずりがいっぱいね、チュチュチュピピピピピチュチュピピピピピピピみたいなクーカーとかある中でホケキョ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 みたいな、なんかやべえな、これどんな感じなんだろう今。俺今またやっちゃってるな、ちょっと自粛しよう。朝から何言ってんだ俺は。とりあえず今行くとこないから伊豆スカイラインに行こうと思ってますけど、あーこの桜怖いな、濡れてる桜スリップしそう。まあ、ちょっとスリップするぐらいだったらね、足をパーンってつけば持ち直せるんですけど、ちゃんとスピードを落としていればね、スピード出してると多分無理ですけど、ちゃんとこういうゆっくりしたスピードで、ん P ここ、あ、これで終わり。石部と棚田は伊豆半島の西先端に位置してる、水田が広がってると。東日本では珍しい石積みの棚田、ちょっと行ってみようか。へい、うん、いいですねこの適当な感じ。いてててほら、ホケ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 、ほら、ピーホケキョ。あ、あれだ、多分これでは映ってないだろう。映ってんのかな、あの辺にねこう続いてんだよね。ちょっと写真撮りましょうか。別に写真撮らなくてもいいんだけど、正直せっかくだからこんな感じでしたっていう記録を残そう。ホケキョホケキョ、うるせえな。今、あ、いいね。ホケキョ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 じゃないけど、途中でホケキョホケキョ言ってるでしょ。あ、てか綺麗だね、白とピンクと緑と薄いグリーンと。あの水色のトタン屋根がいいね。いいですなぁ、山多いなぁ。オッケー、気をつけてって言われた。今のキャンプ場ね、結構電波がねギリギリなんで、圏外になったり復活したりするんで、ちょっとそこがねまあ仕方ないんだけど、なんか用事がある人はね難しいですね。俺は別にいいけど、ただ最近のツーリングの時と違って、あのツイッターをアカウントを作ってから、あ、また南伊豆にどこ行こうか。まあとりあえず今の話か、ツイッターの話、あ、じゃなくてツイッター
始めてからこうやってツーリングってあんまり行ったことないから難しいやな。あれ今ネパールカレーって書いてあった。あのあれか違うのかな、いっぱいあるのかな。前にあの伊豆の名前言っていいのかよく分かんないんだよね。俺は別に名前ガンガン言っていきたい方なんだけど、言われても全然問題ないんですけど、結構その方が某元ブロガーさんとか表現してるので、その人がそういう風に言ってるってことは、ご本人もそういう名前出されない方がいいのかなとか、ご家族にバレちゃったりするのかなとか、あの方が紹介してたカレー屋さんがあって、どこだったかな、南伊豆だっけ東伊豆、ちょっと分かんないんだよな。ほらネパールティー、ネパールティーだから違うのかな。あと 300m、 俺昨日ここまで来たんだけど、この夕日が丘キャンプ場に入ろうと思って、まあ時間なくて行けなかったんだけどさ、じゃあこっからもうすぐそこだったんじゃん。いや店の外観見れば一発で分かるんだけどな、動画で見たことあるから。なんかその方がティハール、あれティハールって名前だったよな、行こうかな、すげえ地形。ちょっと待って早すぎるな、ちょっと腹減ってねえんだけどどうしよう。まだ掃除してる段階だから、その方か言ってたそのカレー屋さんっぽいんだよね。でまだ早いだろ、9時だもん、まだちょっと早いね。ちょっと一回どっか行ってから来ようか。ガソリンスタンドないのかな、ちょっと展望してこようか。そのティハールさんの目の前で展望するの恥ずかしいんだけど、あすげえ綺麗じゃん。レギュラー満タンで、ちょっと待ってください、ちょっとこっちなんで。はい、なんか初めて見ますね。え初めて見ます、このスタイルのバイク。あこれがレギュラー満タンですか。はい、そういうのがありがとうございます。続きって、はい、これ国産でなくて、輸出かなんかしたやつ。いや、一応鈴木の普通に日本で売ってたやつなんですけど。あ、そう。はい、なんか結構珍しい。初めて見た。なんか珍しい。めっちゃかなと思って今見たら。そうなんですよ。鈴木って書いてあるな。実は鈴木の、なんかあんま人気なかったらしくて。そう。すぐに生産中止になっちゃったから、あんま見ないみたいです。あ、そう。結構、うちの方のやつばっかり見るってそうだな。いいなぁ、っていうのが。あ、そうなんだ。国産車か。おしゃれなバイクだな。はい。どこのメーカー？鈴木。うん。ヨーロッパなんなの？だからそこにも会社だなって見たの。ヨーロッパっぽいじゃん。なんか外側にこういうカバーがついてるだけで、中身は普通の。だからパワーとか全然ないんで遅いんですけど。あ、何？おしゃれだよこれ。結構こう海外でやったやつ、
結構まあ古いやつなんでだんだん減ってきてるかもしれないですね。いやバイク好きのやつだとやっぱこう振り向かねえ。あ結構ありますね。あるわ。これいいよ。3年ぶりに見たとか言われました。いいやこのバイクかっこいいこれ。おしゃれだこのバイクは。あんまりないみたいで。乗り心地いいらよこれ。そうですね、うん。荷物もいっぱい入って。ええ。ありがとうございます。これがエスタブリワンダー一期一会を楽しませてくれるな本当に今日も。まあこうやって話この今回だけでもこうやって 何回か話しかけられてますけど、すごい目を細めてね、いやおしゃれだいいバイクだよって。で俺がじゃあっつって離れた後も奥に今お店の人といつもの馴染みの人なんでしょうね、奥に向かって歩いていきながら、いやーおしゃれなバイクだ、あれいいバイクだねとか言って声がだんだん小さくなってくる、いやー俺はおしゃれなバイクでね、なんとかなんとかっていうあの感じすごく良い。ありがとう。このバイクならではなのかな、わかんないけどね。その日あの人の今日っていう一日がちょっと変わるわけじゃないですか、数分間いつもの日常が、おおこんなのあるんだっていう、へーっていうね。もしかしたらバイク好きの人にこの間こんなの見たんだよ、こんなんでさ鈴木のでさーとか言ったら、またそこで話が広がって話に花が咲くかもしれないし、バイクに乗っててもバイクに降りても止めても走ってもつながっていくな輪が。こういうのめんどくさがらずに楽しんだ方が楽しいよね最近思うよ。俺今行くとこないから言っとくけど、ティファールさん開店待ちだから。落ち井海岸行こうか。お、鳥が、多分ムクドリだろ。桜大好きだもんなお前は。これどっちどっちこっちかな。あ、こっちか。やっぱり危ねえ危ねえ。うおうおうおやばい。やばい、トンネル、トンネルの先に光がある。どんな景色が広がっていくのか。最高じゃねえの？これはまた一つの。やべ。やべえなこれは。すっげえ青いじゃん。超綺麗だな。